247回って食中毒で何も食べてない時ですよね。そうだそうだ。結果を公開したいと思います。結果は始まりました。もちゃつチャンネルです。今回はですね、第247回2020年1月12日に行われたトイック公開テストの結果開封になりますね。さらにですね、やってきましたこれですね、 IIBC 一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会からこいつが送られてきましたね。これ知らない人もいるかもしれないですけども、まあこの時期送られてくるといえばですね、あれなんですよ、決まっているんですけど、こう思ったやつだけじゃない、他のものも入っている。こっちがまあ有名な方なんですよ。まあ賞ですね、これね、賞をもらったんですが、 IBC Award of Excellence 受賞のお知らせ、なんか前書きが書いてあって、で、TOEIC Listening Reading Test で800点以上、ね、Listening 375、Reading 425で、トイックスピーキングで160点以上、そしてトイックライティングで170点以上っていうのを1年間の間に獲得すればもらえる賞ですね。今年もいただきました。こういう感じになってですね、Award of Excellence という形になります。で、今回はね、そう、これとトイック開封、ね、トイック開封プラス IIBC Award of、はい、これね、今ね、サムネイルに撮ってますよ。ですね、Award of Excellence ですね。素晴らしいでしょうみたいですね。IIBC Award of Excellence IIBC Honors Tetsuya Morita for your outstanding performance in four English language skills through the secure problem of、 この secure problem っていうのが公開テストのことですね。 TOEIC Listening and Reading Test and TOEIC Speaking and Writing Test ってことですね。 So Speaking and Writing の場合ね、 Speaking and Writing Tests になるんです、ね、Administered under the auspices ofThe Institute for International Business Communication issued in February 2020. オスペスなんて難しい単語を使ってますね。講演ってやつ、ね。なんか去年も話したような気がするな。こうね。で、高幸村伏とかですね。プレゼデントとかですね。いただきました。で、今年はね、で商品も入ってる。あ、去年入ってたからなかった気がするんだけどな。今年はこんな感じで商品が入っております。あー、ノート。なんか予定表かなんかかなと思ったんですけど、これ取れるとか普通のトイックのノートって感じですね、はい、何に使おうかなではいよいよ結果を開封していきたいと思いますね。1月のトイック、1月どうだったんだっけな、難しかったんでしたっけ、簡単だったんでしたっけ、自分で何喋ってたか全然覚えてないですけど、その時に食中毒じゃん247回って食中毒で何も食べてない時ですよね。そうだそうだ、247回何も食べてない、そうそう、そんな中受けたんですよ。そうだ、手が震えててやばいって言った時でしたよね。ああ、そう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 、金曜から食べてないんですね。で、土曜何も食べてなくて、日曜も何も食べてない状況で受けたんですよ。で、震えてる状況、そう、途中で手が震えてやばい、これどうなっちゃうんだろう、だから覚えてないんですね。どうだったかってテストの出来とか記憶にないですわ。とにかくしんどい、もうやめたい、もうテスト受けたくないっていう状況だったんですよ。そんな中受けた結果がこうなるわけですね。結果を公開したいと思います。結果はこうなりました。満点ですね。ありました、2020年、1回目も無事満点を取ることができました。ではアビメですね、正答率の方を見ていきたいと思います。まあ、今まで一度もね、でも正解したことはないので、したいなしたいなって言ってたんですが、果たして今回のアビメは
どうなったのでしょう。アビメのね味方の動画出てますんで、広前田さんにね撮ってもらいましたので、皆さんの何ができてないとか何ができてるっていうのはそれを見れば分かりますので、ぜひそれを参考にしてください。そうすればこの皆様が受けたやつで、いろんな分析ができますので、それを見ておいてください。はい、そのためにねわざわざ動画撮って準備しましたので、それ概要欄から、はい、ぜひ見ておいてください。まずはリスニング見ていきますね。リスニングはこちら。どう100、100、はい、全問正解ですね。はい、見事に全て正解することができました。おお、すごい。そして続いてリーディングですね。リーディングがこちら。全問正解じゃない？取った！あー、全問正解。取った！やっと。新トイックになってから初めてじゃないかな。だから、2016年の5月から、多分1回も取ってないと思うんで、全問正解での満点が。やった！ついに、やりましたね。やっと。取れましたよ、全問正解の話。めっちゃ久しぶりに見た。その前のトイックの場合はあったんで、全問正解って何回かな。もう真になって初めてだから、もう少なくとも3、4年ぶりぐらいに見ました、全問正解。いやー、やりましたね。綺麗に、ね、綺麗に全部通ってますね。すごい。ああ、よかった。はい。でも、わけわかんないですね。わけわからない。なんかこんな、パート2とパート3とか難しい。こんなもうさっぱりわけわかんない状況で受けて、で、辛くて食中毒でも全問正解ができるって感じですね。いやー、ある意味びっくりです。はい。まあ、今までいっぱいありますよ。よく言うんですけど、DJ がね、プレイしてるところで取った満点とかね。二日酔いで受けたとかあったんですけど、いや、こんなんでも満点取れるんですね。いや、びっくりしました。自分でびっくりですよ。こんなん取れるんですね。じゃあ、やっぱなんかあったら面白いねっていうのを思うんで、なんかね、リクエスト、まあ、お待ちしてます。こういう状況で受けてくださいみたいなのね、あったらぜひ言ってください。あったのが左手で受けてくださいとかあったんですけど、大丈夫かな、左手で受けたら取れるかな。ちょっとさすがに左手は心配な気がしますね。マークのね、スピードだいぶ遅くなっちゃうんで、まあ、できなくはないかもしれないですけど、いろいろこういう状況で受けてくださいとかね、あったら言ってください。まあ、韓国で新しく過去問出たんで、それをね、使ってやってもいいかなとも思うんですが、いろいろやっていければいいんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございます。本当に。いやー、よかった。ここからね、いよいよ様々な人の結果、今回の1月っていうのは、開封動画たくさん出てまいりますので、イングリッシュモンスター菊池さんのですね、はい、開封結果も見ないといけないですし、そして鈴木貫太郎さんトイック900点プロジェクトですね、まあ、新たな展開を迎えるんですが、彼の結果も出ます。そして、トイック900点を同じく目指しているメンタルドクター指導先生ですね、まあ、先ほどスケジュール合わせてですね、指導先生の開封の時にも貫太郎さんはいる状況になりますので、2人の対決っていうのが見られると思います。一体どんな形になるのかですね、ちょっと楽しみなんですが、やったー、でもやった、全問正解した、もう念願すぎ。しかしそれがよりよって食中毒の時だったんだ。しかも簡単って書いてね、難しいと感じたっつってるし、ね、簡単って感じた時には取れなくて、難しいって感じた時に取れる。トイックって分かんないもんですね。はい、まあ、今年のね、第一歩というか2020年初めはすごくいいスタートが切れたんじゃないかなと思いますね。まあ、この調子で10回ですね、年10回全て受けていきますので、全部満点を目指して受けていきます、ね、そうすれば90何回までいけるのかということは、それすれば来年100回を目指していよいよね、受験という形になりますので、はい、サブチャンネルも頑張っておりますので、そちらもよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. See you next time. やった！やった！
I made it. I nailed it. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.